一度お願いします。テーマにされているということで、すごくこう再現度も高いですし、こう一歩ガーデンの中に入った瞬間、なんか本当にこう六本木にいるのに違うところにいるような、なんかそんな風に感じるすごい素敵な、なんでしょう、デコレーションで、すごく感動しました。そうですね、去年も確かここに来させていただいたんですけど、なんかその時よりもさらにこう規模がグレードアップしてるというか、すごく華やかですし、楽しかったです。クリスマスを実感するイベントがそれくらいだったので、ちょっと今年は個人的にこう小さいクリスマスツリーをちょっと飾りたいなっていうふうに思ってます。クリスマスの思い出ですよね、ですよね、クリスマスのなんか家族、そうですよね
やっぱサンタさんがいっぱいゲームとかくれて嬉しかったですね。ちょっと待ってちょっと待ってな。サンタさん、うちのサンタさんが小学生まで来てくれるサンタさんで、結構なんだろう、普段からお小遣いとかもらったりしてなかったので、あんまりそういうタイミングじゃないと、なんだろう、自分の欲しいものだったりとか、結構値段がするものが手に入らなかったので、ここぞとばかりに高いゲームだったりとか、そう、カセットじゃなくて本体の方を頼んでましたね。私は20代最後の年っていうことで、結構自分の中でもお仕事だったり、こう自分のプライベートの方にも、こう20代最後だからなんかやり残すことがないように、もういろいろ思い立ったらすぐ行動してみようっていう年にしていたんですけど、結果的に本当にこう仕事で海外に2ヶ月半住まわせてもらったりとか、あとはそのアジアツアーというものにこう仕事で回って、なんか初めての経験をしたりとか、個人的にはこう初めて今年自分自身 の, そのプライベートの旅行でパリに行くことができたんですけど、なんかそれはすごくちょっとなんか自分の中でも、いつもはお仕事でディオール の, あのお仕事で来させていただいてたパリに、こう自分の足でこう自分 の, その力で行けたっていうのはすごく大きかったので、本当に今年はやりきった、そんな年になったなというふうに思います。そうですね、まあ、僕も来年30になるので、結構今年はなんだろう、去年までがずっと仕事が立て続けにありがたいことにやらせてもらってて、さすがにこのペースで仕事してたらダメだなと思って、今年は割と、まだ今年入ってから1本しか撮影してないんですけど、ずっと前半とか特に結構プライベートの時間に時間を僕も大事にしてたなっていう、友達とちょっとどっか旅行行ったりとか、ちょっとどっか借りてエアビーみたいなのしたりとか、割とそういうプライベートを充実させれた年かなと思います。